はい、ラグン撮ってますよ。何やってんすか。あれ、僕はいつも通り変身仮面です。変身仮面、それいつもよく普段やってるメガネでしょ。あれ普段やってるんですか。何言ってるんですか。変身仮面、普段はそれで、今までカメラの前では最近ね、ちょっと僕をね、知ってる人は多くて、はい、逆に目立つ。こうやって、あれ何て言ってるの、考えるかもしれないですね。警察に質問されるか。僕は変身仮面です、はい、でもこの間、それをしても大丈夫な日があります。そうですね、はい、ハロウィン、ハロウィンですね。その時だけは警察も見逃して、はい、犯罪してる。はい、まあそうだったんだけど、はい、まあちょっと変、なんか変装しようかと思うんだけど、うん、まああんまりね、まあ、今回ちょっと様子を見て、はい、まあ気楽な仮面だけつけて、それであとで、ね、来年はちょっと、ね、ちょっとまた変装しようかと思って、来年は仮面を顔に変えて、はい、それで韓国でそういう、はい、もうそのこの間そのハロウィンだったんですよ、うんうんうん、ハロウィンは韓国でそのハロウィン、ちょっと違う言い方、ハロウィン、ハロウィンも同じですけど、結局英語を持ってきてそれを韓国に直す、うん、日本に直す、はいはい、そう近いですね。そうですね、うん、でそれハロウィンなんですけど、ハロウィン、あ、その韓国ではハロウィンあんまりやってないです。うん、そう、まあ日本みたいな感じ。そうです、でも日本よりもっとやんない、もうちょいやんない、あ、やんない。だから日本だとこの間僕は、でもね、東京だけですよ。そうですか。うん、地方は全然やんない。あ、そうです。うん、あ、でもその韓国ソウルでもやっぱり、まあ日本だとやっぱりこの間川崎 の、うんうん、のハロウィンパレードを見たんだけど、うんうん、そういうの、ね、パレードもやってるし、まあ、みんな仮装変装やってて、うん、なんか街中をなんか歩きたりとか、あ、まあ川崎ね、外国人も結構来たんじゃないですか。いなかった、あんまり。いっぱい、まあ、いっぱいね、あの辺、あの、いろいろあるから、うん、あとそのやっぱりその パレード参加した外国人も多かったし、うんうん、なんですけれども韓国はそういうパレードもしないんですよ。あんまし、あ、ない、うん、だから僕がハロウィンっていうことをなんか知ったのも多分5、6年前かな、やるって知ってるのね。ああ、うん、まあ、まあ、ね、その、うん、なんか、なんか、なんか、遊園地とかね、うん、とかでちょっとやってた感じ。はいはい、で、あとは、いつかよく分かんなかったね。最近は結構みんな知ってるけど。そう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 。なんか街中ね、あのお店が売ってるんで。そうです。そうそう、すごい、なんかなんか韓国はあんまそういうクッションはもう売ってないんですよ。あ、そう、あれはね、まあ、日本人ね、またしょ、そういう。でも本当にみんなやるんですか。まあ、でもうちの両親も毎日はね、ちょっと。ね、かぼちゃ買ってやったんですけど、 まだ下に置いてるけど、あれはいつ食べる？かぼちゃは、うん、かぼちゃ、かぼちゃは、うん、これです。パンプキン、パンプキンじゃないですよ。ホーバー、え、ホーバー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 はそのかぼちゃです。ホーバー、ホーバー、韓国ではどうやって食べるの。韓国はいろいろ、まあそのなんだっけ、おかゆ、うん、かぼちゃのおかゆ、そうのが作るし、甘そう、そう、甘いですよ、うん、だからその食べる日があるんですよ、韓国でも。かぼちゃを食べる、そう、かぼちゃを食べる、そのおかゆをして、ね、食べる日があって、そう、ホバですね、ホバ、そう、あとなんかチヂミとかでも、チヂミじゃない、天ぷら、あー、まあそれは、ね、違うかな、で、日本かな。あんまりそう、それ以上は食べない、あんまり、まあ、いろいろなより作り方あるんだけど、あんまり食べない、食べますよ、食べますけど、大体お粥が定番ですよ。なんか団子を入れて、うん、食べるお粥があって、ホバクチュって言うんですけど、ホバクチュって、それは、そう、それが定番ですね、うん。煮物みたいなやつは？え、煮物みたいな。煮物みたい。あれのはない。あんまりないですね。ない。鍋。あるかもしれないけど、僕はもう食べたことない。鍋は甘いですよ。やっぱ甘いから。甘いから、ね。そう、甘いですからね。で、ハロウィンなんですけど、韓国では大体今はクラブとかで、それでちょっとやるだけで。イベントね。そう、イベントでね。うん、なんかそういう以外はあんまり日本みたいにやんないですね。うん、イベント好きです、まあ、でも韓国では他のイベントいっぱいあるんで、うん、多分もうすぐ、うん、ペペロの日っていう、これはちょっと話したと思うんですけど、ペペロの日っていう日があって、それね、もペペロの日それはあとちょっと話したいと思いますね。なんか怪しいですね。あと、はい、かぼちゃ、ホーバー、ホーバー、うん、はい、みんな食べました。かぼちゃまだ食べてないですね。りょうくん、これ何、去年はかぼちゃのジジメやってて大失敗しました。ちょっと甘くて固まらないし、やっぱりかぼちゃとジジメとあんま合わないですね。なんかよくわかんないね、あんま美味しくなかったけども、うん、まあ、あれは何にしますか。今下にある玄関にあるかぼちゃ何にしてる。ちょっと調べて、なんかおすすめのレシピあったら、はい、皆さんツイッターとかで写真撮って送ってください。はい、はい、じゃあ、ハロウィンですね。ハロウィンとホバ、ホバ、うん、じゃあ
あのね、